夜分遅くに失礼いたします。君吉と申しますが、ご主人でいらっしゃいますか？はい。いえいえ、その節は本当にありがとうございます。ええ、それでですね、こんな時間に大変恐縮なのですが、
うちのおじいちゃんがお邪魔してないかと思いまして。ですよね。はい。こんな時間に申し訳ありませんでした。それでは失礼いたします。ごめんください。どうだい？ダメ？参ったな。どんなに熱中しても電話くらいはしてくれる人なんだけれどな。以後の人の家は全部電話したんでしょ？はい、君吉です。その崎です。どうです？村長さんは見つかりましたか？ああ、ミオンちゃんか。片っ端から電話をかけてみたけど、ダメだよ。見つからないんだ。参ったな。どこで油を売ってるのかな。こっちでも心当たりにいろいろと問い合わせましたけど、全然。バッチャにも相談したんですが、青年団を招集して探し回った方がいいだろうということです。こんな時間にかい。それに別に行方不明になったと決まったわけでもないし。綿流しの直後ですから少し慎重に扱った方がいいとのことです。それでも見つからないなら明朝警察に通報しましょう。見つかる見つからないは別にして痛くない腹を探られない方がいいでしょうから。お寮さんがそう言ったのかい。はい。直接声を聞かないと信用できないなら電話先に出させますよ。いえ、わかりました。青年団を集めて探しましょう。それで見つからなければ翌朝に警察に通報します。青年団の連絡もよろしくお願いしますね。私もバッチャの代行ということでそちらに参ります。ありがとう。すぐにみんなを集めます。では。